95キロはないわ痩せすぎたわ。顔ってボワボワしてる？ボワボワしてない？顔ボワボワ大丈夫？少し下見たしてる？ボワッと。それ嫌なんや。あ、してないならいいや。加工が強いとボワボワしちゃうんだよ。ボワボワと、それが嫌なんだよ。なんか違和感があって。今日はあまり、いつもしてるの？加工をだから前なってたから弱くしたんだよ。うん、大丈夫かなと思ってたまになる。こう画面からフェードアウトしたらなるよね。うん、あ、しょこちゃんサムネ変えた？しょこちゃんいらっしゃい。あのサブスクの前ちゃんと料理するまで雑談できてた？よかった、うん、結構疲れてたから元気よくやれるかなと思ったけど、できた？できてた？うん、疲れてそうに見えなかった？うん、本当よかった、できてた。いや、なんとか結構疲れてた。うん、こう元気出してありがとう。ありがとうね、元気出して。よかった。ちょっと焦らず通常配信をちょっと継続してやってみる。うん、キャベツさんね、そういうイメージで、もう焦らずいつも通りちょっとやってみるわ、うん、とにかくいつものペースで、うん、まずはね、でちょっと新規モードつか、あのもうなんつうのかな、サブスク以外の人でちょっとバトルちょっとやってみるわ。もうゼロから、もうゼロだと思って一回ちょっとやってみるわ、どうなるか。それ弱いけどね、うん、弱いけどちょっとやってみる。1週間ぐらい、明日からちょっとあの新規モード出て、今から入った人はいいけどね、コメントしても、うん、そうやってやってみるわ、ゼロからのイメージで、うん、お疲れ様。うん、ありがとう、占いもありがとうね。うまっ。サブスク配信に切り替えれるの？切らなくても？嘘でしょ？
配信切らなくて、え、なんで切ってるの俺。それ切ったらどうなるの、変えれるの、言ってよ早く。もったいないじゃん、あいつらあったのに。そしたらサブス、痛い、なんかポリってなったわ、痛い。なんかあれできたやんけ、サブスクしますで増えちゃう。そしたら閲覧どうなるの、じゃあ1000人いたらサブスクに切り替えたらどうなるの。じゃあ1000人います、じゃあサブスクに切り替えたらどうなるの、サブスクの人数だけバーンとなるの、そういうこと。だから最近サブスク入ってる人だけ残るんだ。ってことは寝落ちしてる人も引き継いで400、500人とかなるんだ。だから閲覧高いんだ最近サブスクの人。なるほどね。次からやるわ。したら閲覧多分 4,500 いくんじゃない、多分寝落ちしてる人で。なるほどね。うん、徐々に消えてっちゃう、そういうことね。いやまあいいよ、明日ちょっとあのほじくり回してみるわ。ほじくり回せばわかるから。心配事はケタピトの旅がマジで心配。無限と訳が違うからね。俺一人でうまくやれるかなっていう、ちょっと誰かいてくれとか絶対にいいよ。誰かいてくれた方が、俺一人ぼっちの方がもっと不安だけど、誰かは一緒にね。俺二人よりやっぱ三人がいいし、誰かいてくれた方が俺は嬉しいけどね、やっぱ三人ぐらいの方が。だけこと、いやもう一人欲しくない。大丈夫かな。もう一回寝れそうな気がする。マジなみたいな、連絡も返さないし来ないし。おいしい。
お分かりいただけたこのうまさが、ずっとは見れないんじゃない？プレビューは、うん、多分弾かれると思うよ。プレビューってそうだよね。弾かれるよね。見れないってさすがに。リーちゃん以外にずっと見れてる人いる？入ってないけど。1分以上。確か50秒で弾かれると思うけどね。うん。ゆかりサブスク入ってるじゃん。サブスク以外の人。上から見れるならいいじゃん。上からなら。ね。上から見てコメント見たいなってサブスク入るかもしれないじゃん。うん、サブアカで見たら弾かれました。はい、来いや、この野郎、マリオ。いつ来るの？はよ、してよ。なんでサブアカで見るの？怒られると思って。おかしいやろ、サブアカで。その監視やがって。はい、来いや、お前。マジでやってやるからな。怒ってるから、ちなみに。久しぶりに。覚悟しとけよ。さすがに毎日この前おいでって言ってコラボで行ってはいって言ってさすがにやばいだもん。ゼロちゃん怒ってます。久しぶりに、うん、今から行きます。優雅だね。何出勤？ニートか？この時に起きて。俺でも夜起きるで。つもりないけど、俺が言わないけど誰が言うの？そうでしょ。こうやって言いたくないよ。言わないであげてとか言う人は言う側の立場になったことないんだよ。あゆちゃんも分かんないんだよ。言う側も大変なんだよこれ。うん、言うなら。でボクシング見てても連絡は返せるとかね、うん、そういうことなんよ、うん、ボクシング見てから行きますとかね、ヒーローちゃんとそういうことですよね、うん、いやマリオになんか頼みたいことあったんだよな。もうそれさえもちょっと忘れした。マリオにちょっと頼みたいことあって、うん、あのエナにパーカーを送ることもそうだけど、あとちょっと頼みたいことがなんだっけな、うん、なんだっけ、なんかあったんで、うん、だってマリオ優しいっていうからね、俺のこと優しいよ。大変優しいのにもう言わないであげて、もう俺もしんどいよそれ、無理やで、ね、なんかあったんだよな。文句とかの鼻毛出てる。
出てないよね。汗かいてるだけで。ポスターのさん、鼻水やん。口も汚いし。すいません。出たね。その結構食べた？ね、もうしんどくなるんで、最近は。みんなわかると思うけど、常にもう綺麗にしてます。食べたらすぐ片付け。普段はまあここまでしか配信しないですけど、まずお片付け。綺麗でしょ。気持ちよくね、やっぱやらないといけないんで、お片付け。だから部屋綺麗でしょ、結構、はい、全部。リーちゃん返してからちゃんとやってます、全部。言うならイベント期間中も全部。こういう時にどうしようああしよう考えてる。Thank you.